ピエン会社が乾きました。今日、同社の新商品を紹介させていただきたいと思います。そうですか。これは最新のゲーム機です。このゲーム機は、ゲームの世界でイルカのように遊べますよ。素晴らしいな。どうぞ、楽しんでください。またこれ、やっぱロックがないから、大丈夫か。どうぞ。このボタンか。はい。押してみるか。あいつらゲームの中で入りました。あ、もしゲームの中で入ったら、このようにボタンを押すことはできませんよ。怖いな。でも俺はゲームの天才だから大丈夫大丈夫。じゃあ頑張ってくださいね。大丈夫よ、やってみるか。その時コビトは家に帰ってきました。ここはどこ？ねえ、見て、木がいっぱいあるんでしょ？広いですよ。おいか。何でもやってあげる。私の車は壊れてしまって、うん、家
そうか、かわいそうな。助けるか。今、車はどこ？あそこだけど。一緒に行こうか。はい。何それ？おいな。持ちますよ。お願いします。直すよ。お願いします。その人は深く行くって、優しくって、結果もしたいな。できた。できたよ。すごい。すごいだろ。キスは。いや、まだ早いよ。ああ、早いか。まあ、一緒に行こうか。がこの運命の出会いの後、王子と姫は結婚していつまでも幸せに暮らしました。ところでママ父は、何回も何回も失敗した。俺は2番目になりたい。王さんは、え、大丈夫じゃない。嬉しい。あなたと結婚したい。こうしてみんな幸せに暮らしました。